汚染水を流すのやめろ。日本からの輸入はすべてやめる。2011年3月11日、日本の東北地方太平洋沖でマグニチュード 9.0、国内史上最大の地震による最大震度7の巨大地震が起きました。これによる死者行方不明者は2万2200人以上に上ります。東京電力福島第一原子力発電所の事故も発生し、東日本大震災と呼ばれています。2023年8月に、この東日本大震災の影響で、福島第一原発から出た処理水が海洋放出され始めました。このニュースは世界中を駆け巡りました。その中で特に強い拒否感を示したのが中国です。彼らは日本からの水産物の輸入を全面的に禁止したのです。しかもオーストリアのウィーンで行われた IAEA の総会で、日本が汚染水を流すのをやめさせろと世界中の政府関係者の前で批判しました。これに対し日本の高市早苗科学技術担当大臣が猛反論し、世界の科学者たちからも中国の言い分が間違っていることが明らかになりました。今回は IAEA の国際会議でどんなやり取りが行われたかをお話ししていきます。まず注意しておくと、原発処理水の海洋放出は日本が単独で決定したことではありません。IAEA という原子力分野について専門的な知識を持った国連の関連機関が、専門的な立場から海洋放出の安全を確認した上で許可が出されたのです。これについては当初、中国だけではなく日本国内でもその危険性を訴えて、特に漁業関連者から批判的な声が多く上がりました。確かに処理水放出と言われていや、そうですかと簡単には受け入れられないですよね。処理水のことをいくら専門機関が安全だとは言っても、完全にきれいな水ではないんですから。実は中国が主張している日本は汚染水を流しているというのがそもそも間違っているんです。日本が流しているのは処理水であり、汚染水とは明らかに違います。汚染水とは放射性物質にまみれた水のことですが、処理水はフィルター処理によって放射性物質を除去した水のことなのです。このように汚染水と処理水とは大きく意味が異なります。中国も IAEA には加盟していたので、このプロセスは知っているはずです。にもかかわらず、汚染水という言葉を使って公の場で堂々と日本批判をしてきた中国、どうしてそんな自分の国の知識が乏しいとひけらかすような行動をとるのか、その意図が本当によくわかりませんよね。しかし実際のところ、処理水は先ほども言ったように 100% 不純物がないわけではありません。トリチウムと呼ばれる自然界に存在する放射性の水素だけはフィルターを通しても除去することが難しいと言われています。何か目に見えない害のあるものであるかのように思えますが、トリチウムはごく少量ですが、日本の雨水にも水道水にも人の体にも存在しています。もちろん大量に吸収したりすると人体に影響はありますが、自然界に存在しているものなので処理水に含まれる量であれば問題はないとされています。それを証拠に、世界中のほとんどの原子力発電所では低レベルの濃度のトリチウムを含んだ処理水を日常的かつ安全に放出しているのです。日本の処理水に関して世界の有識者からは次のような見解が示されています。トリチウムは世界中の水で発見され、多くの科学者がトリチウムの濃度が低ければ影響は微々たるものだと主張している。理論的に皆さんはこの水を飲むことができる。例えば魚の個体数の深刻な減少が見られない限り、海洋生物には何の問題もない。日本が処理水放出を決定した頃、中国では汚染水が流されるという偽情報が広がりました。日本に対して不満を募らせた中国は、日本からの水産物の輸入を全面的に禁止しました。こうした中国政府の動きに触発された中国人は、水産物だけでなく日本製品全般の不買運動を行ったり、日本人学校に石や卵を投げつけたり、日本大使館にもレンガを投げつけたりしています。中国にある日本料理店に対してもものすごい件数の迷惑電話をかけたり、暴言を吐いたりして嫌がらせを行いました。これは中国国内だけにとどまらず、日本の都内の飲食店に対しても行われたそうです。その迷惑電話の数はおよそ3万件にも及んだとか。この行動を起こした大半は中国の若者だということです。彼らは自分たちが国際社会にどんな影響を及ぼしているのか見当もつかずに、みんながやっているからという安直な考えでこのようなことをしてしまったのでしょう。
中国政府の対応は、新聞の社説に、さりげなく日本に対する一連の行動は控えましょうと、さらっと示すのみで、彼らは何のお咎めもなかったようです。日本の外務省は、中国にいる日本人に対して外出する際は、不必要に日本語を大きな声で話さないなど、慎重な言動を心がけるように呼びかけました。中国在住の日本人の方たちの不安と恐怖は、計り知れないものだったと思います。中国政府が日本から流されるトリチウムを含んだ水を警戒して、水産物の全面的な輸入禁止を行いましたが、実はこの行動にも疑問点が浮上します。もちろん中国にも原子力発電所はあります。日本のような汚染水をフィルター除去した処理水ではないものの、そこからトリチウムが含まれる水が排出されているのも事実です。しかもそのトリチウムの量は日本の倍以上にもなるということですから、この中国政府の動きは日本政府としても理解しがたいものだったはずです。以上のことを踏まえて IAEA の総会でどのようなやり取りがあったのか見ていきたいと思います。まずは IAEA の事務局長からの言葉です。日本の処理水放出決定に対して IAEA は独立した立場から状況の評価や分析活動を行っている。そのために現地に事務所も設け、作業による影響が出ないように最後まで関与する。IAEA としては今後も監視や評価活動を続けることを明言しました。続いて中国は処理水のことを核汚染水と呼んだ上で、日本は関係国の人々の反対を押し切って海への放出計画をはじめ、国際社会の幅広い懸念を引き起こしたと日本を強く非難したのです。この中国からの厳しい日本非難を受けて、日本の高市早苗科学技術担当大臣をはじめとする日本関係者たちが慌ただしく急遽打ち合わせを始めました。その顔はとても厳しいものでした。その後、先ほどの厳しい表情とは取って変わり、高市大臣は笑顔で登壇して次のように述べました。 IAEA の評価では日本の取り組みは科学的基準から安全であるという結論が示されている。日本政府は科学的根拠に基づいて高い透明性を持って国際社会に対して丁寧に説明している。さらに幅広い地域が日本の取り組みを理解し支持している。さらに IAEA の継続的な関与のもと、最後の一滴の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続けるとも述べ、再度国際社会の理解と支持を求めたのです。中国の誤った認識からの日本批判に対しては、IAEA に加盟しながら事実に基づかない発信や突出した輸入規制を取っているのは中国だけだ。日本としては引き続き科学的根拠に基づく行動や正確な情報発信を求めますと強く反論したのです。この演説中、中国代表団はこそこそと言葉を交わし、さらに反論する機会を要求しました。その内容は環境や人体への影響に関する日本の説明不足というものでした。これには日本の引原大使がきっぱりと、安全性は日々のモニタリングで証明されている、中国の原発から放出されるトリチウムは福島第一原発から出される計画量の5倍から10倍に上ると反論しました。総会終了後、高市大臣は中国に対する反論は予定していたものではなく急遽入れ込んだものだと話しています。この高市大臣の毅然とした振る舞いは国内だけでなく海外からも称賛の声が上がりました。というのも、彼女は会場にいる人を含めた国際社会すべての人へ向けてすべてを英語ではっきりと伝えたからです。英語というのはその場にいたすべての人が理解できます。しかし中国は英語ではなく中国語で話していました。その場合、中国語から英語に訳すのにワンクッションを置く必要がありますよね。そのワンクッションのあるなしで伝えたい内容はもちろんのこと、その口調や感情まで人に与える印象はガラッと変わります。今回高市大臣が全てを英語で伝えたことで、日本の誠実さというのも諸外国に伝わったのではないかと予想されます。これについては高市大臣がアメリカ団などと個別に会談をした後に話したことからもわかります。彼女は記者団の質問に応じて幅広い支持が得られていると感じた。個別の会談でもその感触はあったし、演説で日本を批判したのが中国だけだったことからも理解は広がっていると思うと語ったのです。いつもは中国に寄り添う形のロシアでさえも今回は何もしなかったというのは、いかに中国の日本批判の行動が的外れであるかがよくわかりますよね。
中国に対して真正面から反論した高市大臣ですが、実は以前処理水放出に反対していたのです。2015年に経済産業省が福島県の漁業組合の会合に出した処理水放出について、関係者の理解なしにはいかなる処分も行わないという文書がありました。この差出人が高市大臣だったのです。彼女は無断で自分の名前が使われていたことを主張していました。身に覚えのない約束をさせられた高市大臣でしたが、政府が約束したという事実は変わらないことから、約束を破るわけにはいかない、勝手に出されたとはいえ自分の名前が使われていることに非常に強い責任を感じている、日本全体に風評被害を広げるリスクがある限り私であれば放出の決断をしません、と明言していたのです。しかしその後、処理水についての安全性を理解した上で関係各所に説明をし、排出決定の流れになったということです。今回の IAEA 総会で中国に対して真っ向からはっきりと英語で反論し、世界中から注目を浴びた高市大臣、彼女の中国に対する堂々とした対応は今回だけのことではありません。実は彼女は中国から最も警戒されている政治家の一人でもあるんです。実際に中国が今回日本からの水産物の輸入を禁止したことで、高市大臣は中国に対して何らかの形での対抗措置を取っていく段階に入っている、世界貿易機関への提訴も考えるという毅然とした態度を示しました。他にも沖縄県にある尖閣諸島近くの日本の排他的経済水域内に中国が無断で海上部位を設置したという暴挙に対しても強い姿勢を示しています。これまでにも尖閣諸島については何度も中国とぶつかってきた日本、今回の中国の暴挙に対しても高市大臣がはっきりと言葉で示しました。海上部位は本来なら日本が撤去すべき、放置はできない、これは国連海洋法条約違反だが、同条約には撤去に関する規定がなく、外務省が中国に撤去を要請中、規定がないなら日本が撤去しても違法ではないと思うのだが、この発言に対しての国内の声は、高市早苗氏の意見は正しい、部位は撤去すべきである、おっしゃる通りで即回収、何を調査してたのか解析しましょう、部位に対する高市氏の撤去すべきは筋だし、そういう閣僚や有力政治家が多数派であるべきだ、と賛同者が多かったです。さらには中国が今後工作物を設置してさらなる力による尖閣諸島の領有権の主張を懸念して日本のものであるということをはっきりさせるために日本人が尖閣諸島に常駐すべきだという見解も示していました。間違っている相手に対してここまではっきりとした意見を述べることができるのは高市さんの強みと言えますね。なぜここまで中国に対して毅然とした態度でいられるかというと、高市大臣の一番大事にしているものが安全保障だからです。安全保障とは国民の命と領土を守ることです。彼女はこれを脅かしてくる中国や韓国、北朝鮮に対して常に警戒をしているし、日本を守るために何をすべきかを考えているからだと言えます。そのために彼女は国防軍を持つべきだとも主張しているんですね。そんな高市氏は2021年の自民党総裁選に、私、高市早苗は、日本を守る責任と未来を開く覚悟を持って、ここに自民党左翼再選挙への立候補を表明いたします、と言って出馬表明しました。自民党総裁に女性が立候補したのは、2008年の小池百合子氏以来、2人目でした。その第1回投票の国会議員票では、予想を大きく超えて2位につけました。しかし、党員党友票で、得票数3位で、惜しくも決選投票には進めませんでした。選挙敗北後、彼女は支援してくれた議員に対して、政策に賛同いただいた、勇気が出ました、と挨拶したということです。常に前を向き、日本の安全のために行動する彼女は、強くかっこいい政治家であるという印象が持てますね。ではここで、彼女に対する海外からの反応は、どんなものなのか、見ていきましょう。高市氏が、日本の首相になったら、とても画期的だが、変化した日本の女性のためのロールモデルとして、強硬な保守派である彼女が据えられれば、最悪の事態だ。なぜなら彼女はジェンダー平等に関してほとんど語らないし、夫婦同棲を義務付ける法律を支持しているからね。この人は本当に自分の国のことを考えているんだね。彼女が総理大臣になったら日本はすごいリーダーを持つことになるね。言っていることもわかりやすくはっきりしているし、日本にはこんな人が必要なんじゃないか、
とんでもない奴ばかりが出てくるな。日本は、なぜ日本の首相って、こうもイメージの悪い奴ばかりなの？彼女は中国からも極右として警戒されている。中国も警戒するほどの人材がいるというのは、羨ましくもある。こんな奴が日本の首相になれば、日本の孤立と没落は早く進むだろうから、大歓迎だろ。海外からは、高市大臣の行動や、態度に賛同する声がある中、中国や韓国からは、到底受け入れられないというような拒否反応が現れていますね。それくらい高市大臣の思想が、中国や韓国にとっては恐怖なのでしょうね。日本国内の反応についても見ていきましょう。高市氏が言っているのは、戦争がしたいのではなく、国土を広げたいのでもなく守る。これなら、防衛軍があってもいいんじゃないかと思う。日本だってやり返さないからって、やられないわけじゃない。その国家観を早く実現してほしい。個人的に国家観が良いとは思えないけど、真面目さや熱烈さが伝わってきて、人として好きだな。この女性は素晴らしい。ぜひ、日本を引っ張っていってほしい。これくらいはっきりした態度で、近隣諸国に向き合っている政治家は、彼女くらいなものじゃないか。高市大臣の毅然とした態度は、国内からも高い評価を受けていることがわかります。今後も諸外国からの理不尽な日本批判や攻撃は続くだろうと思います。しかし、私たち日本国民は、そんな時でも高市大臣のような毅然とした態度で対応していくことで、国を守ることにつながっていくのかもしれませんね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録グッドボタン、皆様からのコメントが励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。